はい、こんにちは、福ちゃんやで。はい、やってまいりました、ジムニーちゃん。ジムニーちゃんのね、ここの高さ見てください。ここの高さ見える？これがね、乗りにくいと、上すぎるとね、タイトなスカートで乗れないわと。なんでタイトなスカートでジムに乗りたいねんと、ジーパン履けよと。私着物だから、着物だからジムに乗りにくいわ。なんで着物で乗りたいねん、なんでジムに着物で乗りたいねんとね、そういうことがありまして、下げてくれや、上げよう言うたり下げよう言うたりね、もう大変なんだからもうね。というわけで今回ここにね、サイドステップを一個つけたらどうかしらちゅんでやってみましょうね。行ってみよう。はい、それでは買ってまいりました、こういうやつね。出る、オフロードサービス谷口、これひょっとしてステッカー、よし、あーこれ気付けやんとステッカーがぐちゃってなっちゃう。よし、これをバリバリ、そんなに難しくないと思うんで、今からこれつけていきます。ネジがついててね、よいしょ。あーこれはちょっと剥がしてくるわ。はい、きれいに外してきました。あらあ、ほらこれやっぱりステッカーだわ、きっと。これはきれいに置いといてと。取り付け説明書と、ステーがこうあって、フレームにこうやってつけてくださいと。ボルトで、あ、分かりやすいね、丸い方が上ですよ、ステービーはこうですよ、ステーシー、ステーまあ、こういうことちゃうね。はい、右用と左用があるんでね、間違っちゃいけないわけよ。これが運転席用のはず。こういうのを間違うとね、よう、彼女乗ってくかい、ありがとう。あら、私助手席に乗ったつもりが運転席だわこれ、みたいになっちゃうからね。はい、あ、これあった、あとこれ、よし、まあ取り付けていきます。
はい、うまくいきました。皆さんこれ下から見たいでしょう。下から見た写真とかないもんね。はい、こうなってますね。で、後ろも後ろこんな感じです。ちょうどね、ちょうどここにこう、ここに沿うように、ここの形に沿うように作られてますよね。こんな感じですね。で、裏はね、裏、左はともかくね、右はこういろいろ部品がありますんで、何かとこう部品を避けるようにステーがこうねカットされてるわけですな。これね、こんな感じですね。はい、でこれフレームに取り付けてるんで、かなり丈夫でしょうね、これね。全然丈夫そうに見えます。よし、なんということでしょう。今まで上り下りに苦労していたジムニーが、なんとおじいちゃんおばあちゃんまで楽々と上り下りができるように。はい、どれどれ、ああ、ええやん、めっちゃいいやん。はい、デザイン的には全然いい感じなんですよ。はい、助手席、ああ、ええやん、よく似合いますよ。ほうほう、うん、バッチリ。すっごい丈夫。はい、さて皆さん、本日はいかがだったでしょうか。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。